第7回十字軍第7回十字軍は、フランスを売るい旧姓が主導した十字軍。アイユー部長のエジプトを攻撃したが、敗北して捕虜となり、占領地をすべて放棄した上に莫大な身の白金を支払って撤退した。1229年の第6回十字軍によりエルサレムは、キリスト教勢力の手に戻り、10年の休戦が結ばれたが、 1244年に再びイスラム教勢力により陥落した。これに対する西欧の反応は1187年の陥落と比べてはるかに少なかった。神聖ローマ皇帝でエルサレム王でもあるフリードリヒ2世はローマ教皇と対立しており、イングランド王ヘンリー3世もシモンド・ボンフォールらの第二次バロンの乱の対応で忙しく、 十字軍には関心を示さなかった。西欧は第一回十字軍の頃と比べて格段に豊かになっており、命や財産を失う危険を払ってまで聖地を取り戻そうとする宗教的情熱は人々の間から失われつつあった。また十字軍国家もある程度の共存が成立していたイスラム勢力との関係が十字軍によって悪化することを恐れ、軍の派遣を望まなかった。 しかし、当時西王一の実力を誇ったフランス王国の国王ルイ9世はエルサレム奪還に強い興味を示した。後に劣勢されるほど信心深かったルイ9世は母ブランシュや重心の反対を押し切って十字軍を起こすことを決めた。第七回十字軍の進路ルイ9世は弟のトゥールーズ博、アルフォンス、アンジュー博、シャルル、 アルトワ博、ロベールなど2万ばかりの軍勢を引き連れ、カイロでキプロスに到着した。キプロスで現地諸公らを集めて会議を開き、目的地を討議すると、ラテン帝国からはニケア帝国の攻撃を要請され、アンティオキア公やテンプル騎士団からはシリアを攻めることが提案されたが、類休制はエルサレムを確保した上で維持するためにはエジプトを、 攻撃して占領することが必要だと判断した。1249年6月にエジプトに上陸し、開港、ダミエッタに攻撃を仕掛けた。ダミエッタの指揮官と兵は町を放棄し、十字軍は容易にここを占領した。しかしナイル川の反乱により6ヶ月ここで足止めを食うことになった。ダミエッタ占領後、大多数の諸公は、 食料の運搬に適した港のあるアレクサンドリアを次の目標として考えていたが、アルトワハク・ロベールがカイロ攻撃を主張したため、ルイ九世は弟の意見を取り、カイロへの進軍を決定した。この時期、アイユー部長スルタンのサーリフは病床にあり、ルイ側に急戦を打診したが、ルイはこれを断り、11月にカイロに向けて進軍を開始した。 11月23日にサーリフは病死し、ファフルアティーンが代わりに軍の指揮を取った。1250年2月、十字軍はマンスーラに侵入するが、マムルーク軍は十字軍を壊滅することに成功した。2月27日には、サーリーフの息子、トゥーラーンシャーがシリアから帰国し、艦隊を率いて十字軍の補給路を断った。このため十字軍は、ヤや 食料を不足に苦しんだ。今度は、ルイ側から停戦の申し入れを行ったが、IU 部長は拒否した。ハブリー・マムルークは、構成を強めの地に、ルイ救世を捕虜とすることに成功した。捕虜となった、ルイ救世捕虜の総数は1万人を超えるとも言われる。解放交渉の途中に、エジプト側で、クーデターがあり、IU 部長のスルタンが排され、マムルーク長が始まっている。 マムルーク朝との交渉により、ダミエッタ等の占領地の放棄と40万、リーブルという莫大な身の白金でルイは解放され、5月にアッコンに向かった。この身の白金で解放されたのは、捕虜全体の一部で、その他の捕虜はイスラム教に回収した。以降、ルイ九世はアッコンを根拠地にし、マムルーク朝と同盟して、シリアに、 勢力拡大を図ったが、成果は上がらず、1254年に、フランスの摂政として、ルスを任せていた母ブランシュの死去の知らせを聞くと、フランスに戻った。以後は、フランスの内政とヨーロッパの外交に励むが、エルサレム奪還を諦めきれず、1270年に、第八回十字軍を率いることになる。西欧有数の大君主である、ルイ九世が大敗したことで、 キリスト教世界の威信は大きく失い、さらに十字軍国家を守るべき戦力が大幅に減少した。これを機に新調したマムルーク長は、十字軍国家への攻勢を強め、1290年の悪根陥落へとつながる十字軍国家滅亡の引き金ともなった。西欧王、ルイ西王十字軍とモンゴル帝国 P90 アルトワハクロベールがこのように主張したのは、 エジプト征服後ロベールをエジプト王に擁立する話が持ち上がっており、そのことを意識していたためという。聖王、ルイ聖王十字軍と、モンゴル帝国 P394、十字軍と、地中海世界 P78、ジーンデジョインビリー、イストワールデセイントルイス。ありがとうございます。